画面いっぱいにドンとアップになった瞬間に、はい、私はもうガッとなっちゃって、はい、絶対見てほしいです本当に今4話ね、もう本当に、はい、まあ、1話の最後見てしまえばもう止まらなくなるんですけども。皆さんこんにちるちる、商業 BL レビューサイトちるちる社長のひろしです。ちるちる編集部実写ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。はい、ひろみちアンダーグラウンドさん今日は初登場ということですけれども、はい、いろいろなドラマをご覧になっているんですか？はい、もう BL ドラマ大好きです。はい、まあ、最近話題になったこの作品が、あ、これだとちょっと見えづらいですけれども、はい、あるこれはまあ、あの今撮影のが終わった週のあのちょっと前に終わった作品なんですけれども、はい、タイトルは何ですか？はい、木下恵子先生、恋をするなら2度目が上等でございます。はい、この作品すごくハマったってさっき言いましたけどそうなんです。もうちょっとドラマを見るのはなんかその一気見をするのが大好きなんですけども、最終話が終わり次ハイトへ行き、1話から6話、はい、もう一気に見てきました。はい、振り上がりました。1話は何分ぐらいですか？はい、1話30分なので、はい、あのサクッと見れるというかコンパクトに、しかも6話しかないので、はい、まあ 2,3 時間ある、はい、フリーとその一気に見れるの世界へ、はい、もうハマれるということで、はいはい、私ももう昨晩しっかり浸ってきました。はい、はい、具体的にまあね、ご存知ない方ももしかしたらいるかもしれませんから、はい、どういう物語ってどういうまあ役者さんが出てくるのかっていうのですね、はい、ひろみちゃんにアンダーグラウンドな形で解説していただきましょう。はい、まあ、ちょっとこれはアンダーグラウンドというよりかは大人の綺麗な恋愛を描いた綺麗ですよ、アンダーグラウンドとはちょっとほど遠いあの作品にはなっているんですけども、はい、こちらはまあ原作が漫画でございまして、はい、一応ストーリーといたしましては、宮田くんと岩永先輩のこの2人の、あの恋模様を描いたという形になるんですけども、リーマンものなんですかこれ？そうです、リーマンもの、はい、編集者が出てくるんですかこれ？そうです、そうです、雑誌編集者の方と、はい、そのこちらのコラムとかを掲載している、教授との恋愛を描いてるんですけど、はい、この2人実は高校生の時にもう出会っておりまして、はい、出会ってもうなんかいろいろやっちゃってたあ、じゃあそこまでそこまでではないです、そこではないです、そこはピヨピヨですから、そこはピヨピヨパートなんですよ、もう本当に、はいはい、もう宮田くんの初恋の相手が、はい、岩永先輩という。そうなんですか。まあその描写もすごい、はい、ドラマ内でも、その高校生の時パートと、はい、その社会人になったそのリーマンパートっていうところ、うまくこうパッパッパッと切り替わりながらその進んでいくんですけども、それもまたいい。そうなんですか。高校生の役柄と社会人の役柄でもしかして違ってるとか、そんなことはない、ね、そんなことはないです。それもバッチリ、もうなんかこれがこの方々が成長して、この30代の色気を持った方々に成長するっていうところがもうすごいうまくできていて、そこのなんて言うんでしょう、もうフロマージュじゃないですけど、はい、もうそれがすごい前は前は楽しめるような形のドラマにはなっております。はい、わかりました。はい、じゃああのね、あの演じたあの俳優さんはこうどんな方だったんですか？あ、はい、こちら主演のお二人なんですけども、はい、宮田くんの役をされた方が、ランページっていうグループはご存知ですか？はいはい、もちろんご存知ですよねの長谷川。早いんですけど、ね、早いんですかちょっと、はい、もう最高のダンス、ボーカルグループなんですけども、はい、そちらの、素晴らしいダンサーの長谷川誠さんという方が、はい、宮田くんの役をやっておりまして、はい、こちらがなんと初主演のお、そうなんですか、ドラマということも今までも出演歴はあったんですけども、まあ、こちらがダブル主演ではあるんですけども初主演のドラマということで、ほう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 、本当に素晴らしい、このなんか岩永先輩に対するなんていうの、はい、
ど、はい、そのなんか気持ちのこじらせ方じゃないんですけども、それがすごく表現されてて、あ、もう天才と思いながらも、はい、見ておりました、はい、で相手役の岩永先輩の役は、はい、古谷ロビンさんという、はい、あのモデルや俳優をやられている方がやってるんですけども、もうこちらの方が木下恵子先生の、はいはい、なんて言うんでしょう、作画から飛び出したかのような、あ、こちらのね、はい、もう本当にロビンさんはどっちなんですか、ロビンさんの役があのこちらですね、あ、こちらが、ね、こちらが、はい、あの、はい、もう岩永先輩、はい、もうあだりという言葉がぴったりな肩書きを持ち、はいはい、ルックスを持ち、はい、それをもう古谷ロビン様が、はい、様っていうのはあるんですけども、もう本当に完全にファンになってる、ね、いや心打たれたんですよ本当に。すっごいあの表情とか、はい、そのなんていうんですか、はい、この岩永先輩独特の色気っていうものを、はい、もう本当に随所にいろんな表情、仕草、その宮田くんに対するそのなんか、はい、なんていう声のトーンとかもなんかもうまさに岩永先輩っていうような役者さん でやられております。もう本当に大興奮、はい、まあ、全部で6話ありますけれども、なんかこうね、アンダーグラウンドさんのどっち取るんですか私ヒロさんとかヒロミチさんの方かなって思ったらじゃあなんか、はい、ヒロミチさん、ヒロミチさんでお願いします、まあ、はい、ポイントじゃあなんかこう3つぐらいですね、なんかこう初見の方にも分かりかつ、はい、見た方にもなんかこうあそこそこみたいな感じで共感できるようなポイント、なんか3つぐらい考えられますかね。はい、3つ、まずは、まあ、1つ目はもうとにかく、まあ、実は第1話もう今でも TVer でもご覧いただけるんですけども、はいはい、こちらで1話をまず見てほしいと。で、最初私結構オープニングとかエンディングが好きな人間なんですけども、オープニング映像がですね、はい、先ほども伝えたように、そちらのサラリーマンパートのこちらの収納、はいはい、あと学生の時のお二人の絵も挟みつつっていうオープニングなんですけども、はいはい、ほうほうほう、まずは曲が、楽曲も素敵っていうのもあるんですけども、はい、なんかその最後のところで二人がキスをちょっと仕掛けるようなシーンが、ね、仕掛けて死ねってやつでした。あ、よく分かってらっしゃるもですけども、その描写、まずもうそのオープニングから結構掴まれてしまうっていうのが今回のドラマの特徴かなっていうのがあります。なんかもう何度でも見れるようなその楽曲とのマッチと、はい、そのなんか2人の高校からサラリーマンにかけての恋模様を描いているそのオープニングがまずはもう掴まれるポイントです、はい、かなりエモそうな感じですね。いや、いいです、本当に。なんかオープニング気になってる人はまずオープニングだけでも見てほしいです。なんかそのもう表情とかから、あ、中身見てみたいっていう気持ちになってもらえる。オープニング見てるだけ泣けるみたいな、もうちょっと本当にもう内容ストーリーを知ってるからかもしれないんですけど、わかると思いながらっていうような描写になっております。はい、はい、それではその2つ目なんですけども、はい、これはちょっと中身の話になってしまうんですけども、はい、私の見てほしいポイントは第4話、はい、第4話、はい、はい、第4話に岩永先輩が、はい、まあ、その宮田くんが、はい、勤めている、はい、編集部に一応その原稿を書き下ろすっていう形で教授としてお仕事をされているんですけども、そこでですね、はい、熱がちょっと風邪をひいてしまってですね、はい、ひいてしまって、原稿がちょっと遅れますという連絡をするんですね。代わりに書けとかじゃない。いやいや、そんな鬼畜なことないですよ。言えることなんかありそうだね。どういう展開ですか、なんかその編集者に書けみたいな。横暴な作家さんがなんか昔のね BL だと多かったから。いや、まあ、これはもう岩永先輩はもう教授ですから、はい、まあ、コラムニストということ で、宮田くんに遅れちゃいますという連絡をするんですね、はいはい、で心配した宮田くんは、はい、なんとお家まで、はいはい、岩永先輩のお家まで足を運ぶんですよ。意識な感じでいいですよね。いや、もうちょっともうそのこのシチュっていうのはもう BL あるあるじゃないですか、はい、攻め熱出しがちみたいな。その王道のパターンではあるんですけども、みんな王道好きだよね、やっぱりね。大好物なんですよ、弱ってるそのスパダリ攻め。
風邪ひかせたりとか病気にしたりあるよねみんなね。で私のそのポイントとしましてはこの岩永先輩の表情なんですけども、はい、まあ、岩永先輩がですね、はい、宮田くんに、はい、まあ、風邪うつしてはいけないからということで、はい、じゃあ帰りなよっていうふうに帰らせるんですよ、はい、まあ、一旦は、はい、でそしたら宮田くんがやっぱり心配で振り向くと、はいはい、ソファーに熱がきつくて、はい、ちょっとだらーっとだらけている岩永先輩が帰ろうとしている宮田くんになんかもう本当にキュルンとした表情で目線を送ってるんですよ。わー笑ってますけど本当にこれはもうなんか全人類あの全人類に見てもらいたい。本当にあの表情がなんて言うんでしょう普通の、はい、攻めとかだと受けを引き止める時とかに、はい、なんて言うんでしょうグッと腕を引っ張ったりとか、ね、待てよみたいな感じになっちゃうそういったなんかこう、はい、描写が多いんですけど、はい、今回のこちらのドラマでは、はい、岩永先輩がいつもはスパダレで結構こうグイグイ宮田くんに迫ってるのに、はい、体が弱ってるってこともあるんですが、はい、潤んだ瞳で、はい、ちょっと宮田くん待ってみたいなそうしてるんですよ。それがあのなんていうんでしょう画面いっぱいにドンとアップになった瞬間に、はい、私はもうグッとなっちゃってもう本当に本当にこれはちょっとなんかもうワンショットでブロマイドで欲しいって思うぐらいの素晴らしい表情をしててはいそれにほだされたといいますか、はい、その表情を見た宮田くんはソファーの横に座って寝るまでしますよっていう形で、ね、もう見てもらいたい本当に見てもらいたいアンダーグラウンドですけどもこのシーンのピュアピュアさには本当に、はい胸打たれました。なんか全然アンダーグラウンドじゃないよねそれも。もうピュアも好きなんですよ本当にこんなピュアたまんねえぞっていうで、まあ、まあちょっと長く話しすぎましたねポイント、はい、これ最後の3つ目ですか。3つ目のポイントは、はい、原作と合わせて最高に面白いっていうところです。原作と合わせて一緒に見るとっていうことですか。はいそうです、はい、やはりあのドラマなのでオリジナルシーンも含まれてはいるんですけども、はい、やはりこの木下慶子先生が持っている原作のなんかその柔らかさにやっぱ映像化になることによってなんか加わるそのなんか実質の色気っていうものだったりとか、まあ、ちょっとしたエロスであったりとかっていうところがやっぱ実写化ではそのなんかなんて言うんでしょうなんか手に取るように分かるようにまたそのなんかそのそこがしっかり見えるようになるっていうのが、うん、魅力だと思うんですね。実写 BL ドラマのエロスはちょっとなんですね。エロスはちょっとエロスはちょっとなんですけどまあでもそのちょっとが結構の栄養価が高いっていう形にはなっていますので、はいはい、本当にまあちょっとアンダーグラウンドも嬉しいみたいな感じはあるんですけどもそこで本当にひろみちさんの大好きなアンダーグラウンドみたいな色とかね突然バーンって入ってきたらもうなんか本当にね砂糖吐くどこじゃないみたいなそうそうそう内臓まで吐いちゃうみたいないや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 まあもう本当に今アンダーグラウンドも喜ぶようなしっかりセクシーシーンもありつつっていうところのなんかそのやっぱりその実写化で見せれる汗感であったりとか密着具合であったりとかやっぱり2人のそのなんかやっぱキスシーンとかのリップ音であったりとかところ本当に綺麗に、はい、描かれているのでやっぱそのなんて言うんでしょう見た後にそのドラマを見た後に、はい、もう一度その木下先生の、はい、その原作を読んで、はい、っていうのを繰り返しなんか何回もおかわりしたくなるような形のドラマになっていると思います、はい、なので本当に美味しいドラマです、はい、ドラマをじゃあなんかねこうご飯みたいにおかずで食べたらじゃあこれなんかご飯だ、はい、そうですそうですそうですもうまさにその通り3回食べるみたいな、そう本当にそういうことなんだ。そうなんですでまさに昨日の私なんですけどあの本当にドラマ見た後にもともと買っていた原作をもううわって読み返して、はい、はしなったっていう感じですね。栄養価が非常に高い、栄養価が高そうですね。栄養価が非常に高いです。はい、したまとめますと一体こうなんかどういう方にね、はい、おすすめで何かどういうふうに、ね、まとめてみた方がいいかとか
ます？あ、はい、もうこれはリーマンラブっていうのがやっぱ主軸になっているんですけども、そこが好きな方も DK ラブが好きな方も、はい、どちらも、まあ、要素としては、リーマンがかなり頻度は高いんですけども、はい、そういったなんて言うでしょう、長年持っている気持ちのラブっていうところが好きな方にとってはもう本当に刺さりまくる作品だと思っておりますので、ぜひそういった、まあ、私みたいなアンダーグラウンド系が好きな人間でもピュアな心を取り戻せるような内容になっていて、とっても素敵なドラマになっておりますので、ぜひご覧ください。もしかするとアンダーグラウンドのひろみちさんはあの DK 系とリーマン系だったらどっちがなんか良かったですか？どっちもいいんですけど、はい、どっちもいいっていう、こういった人間がどっちも楽しめるっていう、あ、まあ、ドラマなんですよ、はい、とにかく本当に再会ものっていうのもいいですよ ね。そうなんですよ、もう再会よくしますよね。よく再会しますけどなんか、はい、そんな偶然すぎるだろうとかっていやでもなんか今回は結構なんか編集部とそのなんかそのコラムニストじゃないですけど教授っていうことで、教授ですからね。いや結構あります、あるやばあるでしょ。いやいや、ありますよね、まあ、これは BL 室じゃないですけど再会室としてはもう成り立ってるんですよ本当に。そうですよね、なんかかなりね、あの再会率のなんかこう極限なんかすげえ確率だなみたいないや、まあ本当にでもなんかそういったこういった運命的な再会だったらすぐくっつくと思うじゃないですか。確かにそうですね、すぐくっつかないっていうところもまたこうなんか大人だからこそ、30代だからこそ思い悩みみたいな部分もあり、そこの描き方の葛藤っていうのも結構大人ラブな感じで、私的にはちょっとやっぱその30代目前としたアンダーグラウンドとしては結構刺さるじゃないですけどどっちかというとじゃあ20代から30代40代以上の方かな、うん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 、になんかこうちょっとこうね胸にしみるっていうのは、はい、しみます、キュンとこうならないけれども、まあなんかこうじわじわくる、じわじわきます。でもなんかこう呼び止めるね先輩の顔にはなんかキュンときちゃうっていうね、本当にキュンときたそのシーンは絶対おすすめってことですね。絶対見てほしいです本当に。今4話でね、もう本当に、はい、まあ、1話の最後見てしまえばもう止まらなくなるんですけども、そうですね、わかりました。はい、じゃあアンダーグラウンド、あ、ひろみちアンダーグラウンドさん今日ね、ドラマのねまず1回目を紹介していただきましたけれども、はい、あの今後もですね、いろいろひろみちさんにですねドラマの紹介をしていただこうかと思います。どちらかというともうちょっとなんかね、はい、ピュアじゃないなんかアンダーグラウンドの良さそうな感じですね。まあもう本当にアンダーグラウンドのところをどんどん攻め入っていきたいですね、はい、アンダーグラウンドじゃないところで言うと、じゃあもうちょっとねあの湿度が高そうなところを狙っていきましょうか、はい、次は、ね、そうですね、湿り気の多い方で、はい、はいはい、それでは皆さん次のドラマ評論までバイチル。